皆さんこんにちは。今回はガチャ動画やっていこうかと思います。今回は、6女神降臨オーダーを引いていこうかと思うんですけど、なんでこっちかっちゅうと、まあこれもね引きたいですけど、あのスクワットジャムおじさんオーダー、引いていきたいんですけど、あ、そうそう、これゲームチェンジャー小春が欲しくて、あのバーダックっていうね、スキルモーションなんですよ。まあドラゴンボールじゃないですけど、なんかバーダックっていうのがまああって、まあ単体2連撃で、まあ若干まあ早い方ではある、なんか恐ろしく遅いってわけでもないんで、で、あのまあこれ極光輪バフデバフがあるんで、どうしてもこれ引きたいんですよ。でまあバーストスキルなんですけど、この極光輪が単純に欲しいっていうので、まあ引きたいっていう感じではあるんですけど、こちら開催期間がですね、12月の中旬ちょい、12月あたりまでとなっているので、まあまだ引かなくていいかなと。まあ、12月に引けばね、あの12月に課金して、まあ、クレジットカードの引き落としが、まあ、次の月になるんで、まあ、12月に引きたいなっていう感じであるんですけど、こちらの、6女神降臨オーダーは今月までなんですよね。11月29日までというところで、これはあの前にね欲しいスキルがあって狙ったんですけど来なくてですね、で、復刻なのにもかかわらず、6つともね新規ピックアップ、新規じゃないですけど、このピックアップ星4がですね、全てねこれ確定枠に、あのステップ5の確定枠に入ってきてるということで、6、7、4、12、あ、まあそうですね、6枚で 100% になるってことか。これね欲しいスキルが2種類ございまして、まずこれですね、このパワーライズがどうしても欲しいという感じで、まあでも1周して出なかったらちょっともう1回引くか考えるところなんですけど、こちらのね楽園も、俺楽園持ってないんでちょっとねモーションがクラッシュなんで遅いんですけど、まあ欲しいですね。コネクトチェイン効果があるんで、コネクトスキルなんで、まあ、コネクトっていうのはあるんですけど、この2種類ね狙っていきたくて、まあ、この前引いた時はね、このこれ復刻のオーダーなんですけど、復刻じゃない時にね引いたらね、シノンのねバーストが、これ出たんで、まあこれ出てもまああのスイッチで使用し命中時にね HP を 15% も回復するんで、これはねこれでまあいいなっていう感じで、ただウィンドパイル、なぜかウィンドパイルばっかり持ってて片手直剣もこれまで当たるとウィンドパイル祭りになってしまうんで、まあとりあえずねこれから引いていくんですけど、あ、これもねまあいろいろあるんですけど、これもあるのか、これはなんだっけ、これはまあ敬遠、もうなんか出てるオーダー多すぎてさ、どれ敬遠するか迷うんですよね。これも欲しかったんですけどね、小刻印なんで。あ、これ、あ、極光輪ってこれ違う、これね、注意してください皆さん、これ違う極光輪なんですよ、字が違くて。あの極のね、光のね、あの輪の方なんで、こちらがね、かなり使いづらくて、ダメージが受けるとね、解除される方の、バフなんですよね。これはね、これをどうにかね、使いたい。もうどっかの場面で使いたいと思ってて、面白いじゃないですか。すんごいリスキーなんですけど、これさ、回避発生しても確か消えんじゃなかったっけ？あ、違う、ダメージゼロ、あ、回避ならいいのか。これ確か、ダメージ軽減の、効果もあるんですよね、この極光輪。スタック1ごとに 1% で軽減なんですけど、ダメージ0で受けても攻撃食らった瞬間、このバフが消えてしまうんですよね。まあ、クリティカルが発生するのと、ダメージ受けるときに、ダメ軽減になるっていうので、まあ、これでまっすぐスタック上げれば、ダメ軽減のバフとしても使えるというところで、あ、こちらもね、なかなかいいですね。打属性の決戦の、フルバースタビリティと、まあ、これ狙って引くのはいいかな。あと、筋力増強の PT バフと、まあ、これらいいですね。あ、これは惰性か。あ、まあまあ、なかなかいいですね。まあ、決戦の、打属性のフルバースタビリティ狙うならいいと。これはちょっと敬遠したい。あの、始めたての人はね。
これはね、すっごいね、引きたくなるんですけど、いや、すごく引きたいですよね。最悪敬遠っていう感じにはなるかな。まあ、一番おすすめはね、これですね。この、パワーライズさんの覚醒ですね。まあ、火力目指す人はね、これあるといいんじゃないかなって思いますね。これから始める人は、まあ、ステップ1の1250チーム7周年になるまでね、いきなり引けてリセマラができるんで、まあ、これでスターバーストストリームをね、リセマラで当てるのもよしと。で、これ、こちらのパーラジさんをリセマラで当てるのもよしと、どっちもね、いいんで、なんだっけ、リセマラしなくていいよっていう動画出したんですけど、リセマラするなとは言ってないし、しない方がいいとも言ってないですよ。しなくていいと言ってるんですよ。もちろんね、リセマラはね、した方が強いに決まってるんですよ。絶対いいんですよ。で、まあ、リセマラするくらいだったら、まあ、早めに、まあ、無料オーダー引いて、そのリセマラとか1ヶ月とかかけるくらいだったら、まあ、なんか、もう始めちゃった方がいいよ、的なこと言ったんですけど、今別に1ヶ月とかかかんないんですよ。だって、今いきなり1250ジェム使えるから。そう、1ヶ月くらいかかるんだったらっていう話なんで、で、これ最近アンケートかなんかで、いきなり1000ジェムもらえますよみたいな、キャンペーンをね、公式でやって、いきなり1250ジェムで使えるリセマラができるんで、7周年始まるまで。だからこの6メロ降臨オーダーとか、ベロベロベロオーダーとか、こちらのベロベロベロオーダーでスターバー引いてもいいですし、まあ何が強いか分かってる人は、まあやるといいんじゃないかなって思います。別にやるなとは言ってないんで。まあとりあえず、こちらのオーダーで引いてね、勇気のこのスキルをね、狙っていこうかと思います。まあ、最悪この楽園はちょっとモーションがあれなんで、まあこちらの勇気のパーラさんが当たりさえすれば、まあもう、敬遠でいいかなと思っています。まあとりあえずね、引いていこうかなっていう感じで、あ、ちょっと時間ないな。どうしよっかな。まあいいや。まあとりあえず、アビリティ以外全部もう飛ばしちゃいます。ちょっとね、今時間がないんで、で、これでステージでもし、いきなり、アビリティ、覚醒パーラさんの勇気が来てしまったら、次の SJ のね、オーダーに行ってみようかと思います。まあ、さすがにそんな、すぐには来ないとは思うんですけど、まあ、来たらちょっとビビりますね。いや、さすがにないか。11連目、あ、ないな。おー、吹き荒れる嵐。お、いいね。へー、これは、バースト時60ブレイク値か。あー、なかなかいいんじゃないでしょうか。残風か。へー、これは、フルバーストじゃなくて、普通のバースト？ほうほうほう。まあ、ステージでこれが、来たのはまあ、まあ、いい方だと。お、反抗の決意持ってる。これあんま飛ばさない方がいいか。片手コン一応飛ばさないでおくか。まあ、ボイスとかね、俺自身は正直クソどうでもいいんですけど、なんかさ、動画映えというかさ、なんか、ボイスある方がさ、動画としてなんかいい気がするから、ちょっとなるべく聞こうとしてるだけで、俺自身ボイスとかクソどうでもいいんすよ、ぶっちゃけ。すごいね。何気かぶりとはいえ、捨て2でも星4が来たっていうのは、なんか、運がいい流れなのかもしれないですね。どうなんだろうね。ま、さすがに、あ、ちょっとアビリティ飛ばしちゃった。いや、来ないかな。もうさすがに来てほしいけど、おけつ騎馬王はもういらない。確定枠が、捨て3なんであるはずなんですけど、これは10連目か？あら、あ、違う。これが11連目か。お！これで覚醒の演出が来たら分厚いですね。お、来てほしい、来てほしい、覚醒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 、お、来た、来た、来た、キュッ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 か？は？うんこかよ、マジで。ふざけんなよ。カジシのいでたちとか、こんな
こんなガキがカジシの真似事したところでよ、ざけんなしマジで、ぬか喜びさすな。まあでもさすがにピックアップが6枚もあるんで、早々でに出るわけでもないんで、もし本当に一周で出なかったら諦めて引こうかな。だってさ、捨て子で 16% でしょ。で 16% っていうと、この前のスターバーストストリームのさ、オーダーと同じくらいなんですよ、捨てさんと。いや、これは早まったかな。 SJ オーダーおとなしく引いてればよかったかもしれないですね。これね、たまに三ビカリで飛ばすのもちょっと危険なんですよね。三ビカリでも急になんかの演出で実は星4だった的なさのがあるんで、焦ぬ輝き。これも来ない。ソードガール、ソードハンターっていう遊戯カードあったのをなぜか思い出しました。あれなんかさ、へんてこりんなイラストだよな。あれ敵倒せば倒すほどなんか装備カードでくっついてくるという。あー、もう爆死するんなよマジで。爆死さ、なんか爆死しないかなっつってさ、俺の動画見てくれる方ね、ありがたいんですけど、ちょっとね、私が呪われてしまうのでちょっとやめていただきたいんで、そうやって願われてしまうので、人をね不幸にしようとするのってね、良くないと思うんですよね。何のメリットもないんで、もうまあ、メリットはあるか。願った人が気持ちよくなるっていうメリットか。まあ、その人が、まあ、幸せになれば、まあいいのかなと思います。何がいいんだよ。かっ、あ、違う、アビリティじゃない、これアクセルだ。いらねえ。まあ、いるけどいらねえ。嘘だろ、もう、これ敬遠しようかな、もう。私はリーファっていうの。私はリーファっていうの。知ってる。これ全体攻撃のモッドに入れるとね、複数体当ててさ、まあ、回復するけどさ。ああ、迷うなー。だって今月他に、でも7周年記念のオーダーは12月に引けるわけだから、ここで、待てよ。11,250 ジェムでしょ？ってことは、11,250。で、イベントかなんかちょこっとやったら、11,250引けるんじゃないか。今どうなってんだろう。限定アイテム交換で、なんかないか。あ、SG ちょっとやったらジェム入るかな。これで、11,250ジェムで、スクワットジャムおじさんも終わってる。なんかで取れないかな。お、これ取れんじゃん。ああ。じゃあ1250か。お課金で。1250でしょ。11,250ってことは、アルカナジェム80個買ったら、260でしょ。11,260でしょ。いいんだよね。80個買おう。80個買わせていただきます。初めて買うわ。こんなゴミみたいな課金の仕方初めてだわ。80個買わして11,265。よしこしよしよしこし。よしこしよしこし。イエーイ、これで一周するぜ。いや、二周で出るとは思えんけどな。まあ二周しとくか。出ない気はすんだけどさ。いや、でも引くしかないよな。あー、これ、あー、アグロッシブガイが来たけど、これは、あい、ビート版。これも飛ばします。もういいよ。覚
せパーラさん、隠せ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 、ブレイブメン何の勇気もない。よし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 、けなげなエイル、青いエイル、あ来い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 来ない来ない、やー来なー、雪ねー来ねー、知ってますかね、あの忙しい人のための来ない雪。今のあれだよな、若い人わかんないよな、もうニコニコ老人会に来るような人たちが分かってるようなネタだよな、こんな忙しい人のための歌みたいな。もうさ、ご老体だよなマジで。私もうさ、おじいちゃんっすよ、おじいちゃんおじいちゃん、よぼよぼ、もういい年こいたおっさんがこんなゲームに課金して、おお、うわ、びっくりさすなよ。私、アスナっていうのじゃなくて何？はじめましてか。へぇ。なんで捨て2で来んだ？ちょ、捨て3で来てくれ。頼むから。捨て3ぬで。お願い。なんで、おけつに剣ぶっ刺す牙王が。来んなし、マジで。バリカンアタッカー。フラッシュアーチャー。あちゃちゃアーチャー、覚醒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 、アンハッピータイム、覚醒狂ってる鑑識が、覚醒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 、アンハッピータイム、アンハッピーすぎる、覚醒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 してくれ、覚醒祭覚醒祭、え？あ？え？何？私シリカって言います。私シリカって言います。持ってるし、うるさいな。あ、え？やばい、待って、なんでこんな違うんだけど、なんでこんな時に来んの？なんでキョンシー来た？急に。いや、なんか運はいいんだけど、なんか違う、なんか違う、覚醒なんでそういうことすんのかな。いや、いい引きなんだけど違うんだよな。覚醒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 剤、あー、ビート版勇気、あー、マジで覚醒覚醒剤来いよとか言ったらさ、マジでパンチ効いてる野郎だよな。頭いっちゃってるよな。類人猿だが、類人は帰っていただいて、覚醒来てくれ、覚醒、ゆいちゃんゆいちゃん、ビート版もういらねえよ、ビート版もう、ビート版くんなよ、覚醒剤来てくれ、アビリチーノ来い、覚醒来てくれ、星4、ビート版やめろし、ビート版何枚、ビート版何枚もいらないし、マジで勇気を出してとか言われても、あー、4回光ってくれよ、せめてよ。なんでさ、11連、覚醒、え、待って、楽園かこれ。いや、違う、10連目かこれ。あー、楽園か、もしかして楽園来た、あー、楽園だ。楽園かよ。リズベットよ、よろしくね。リズベットよ、よろしくね。楽園か、楽園か、楽園か、いや嬉しいけどな、嬉しいけどさ、
これさ、やめてよ。待って、今日何日？11月21。ああ、もう一回、あれかな。1万ジェムの割引がもう一回ぐらい来るかな、今月。ああ、なんか、惜しいな。だってピックアップ1、2、3、4でしょ、来たの。で、すでにあれでしょ、あの、シノンのバースト持ってるから、1枚だけじゃん。覚醒パーラさんだけじゃん、来てないの。なんでこんなの来たの、マジで。なんでこんなん、嬉しいんだけど、ちょっと射程距離長いから。あー、マジかよ。いやでもさ、このコラボ系って、まあ、復刻で来たからいいけどさ、今後マジで手に入んない可能性あるんだよ、こういう復刻来ない限り。まあ、だから、あ、そう、これラストリコレクションの新女神みたいなやつなんだよね。だからまあ、ありがたいっちゃありがたいんだけど、一番欲しいのだけ来ないっていう。とりあえず11月はこれ精一杯引いて、で、あとは12月こっち引くっていう感じで、行ってみようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、その前にさ、え、ちょっと待って、なんかさ、見てない攻撃モーションとかあるか、エッジは知ってるでしょ、これエッジでしょ、クラッシュもわかるでしょ、フェノーメノ、あ、フェノーメノはなんかで出てた気がするな、一応見とくか、フェノーメノ。やっぱさ、せっかく引いたらさ、ソードスキルのさ、モーションさ、見とこうってさ、なるでしょ？ならない？フェノーメノってさ、確か俺なんかで。そこだ！あ、これか、フェノーメノ。へぇ。なんか、あ、こんなに食らうの？あれ？あれ、モブってこんな食らうの？フェノーメノ。あい。フェノーメノ。あい。あー、こういうことね。へえ、なんか思ったより食らうんだ、モブ。もっとモブ硬くて HP が多いかと思ってたら、へえ、通常値で結構削れんだな、思ったより。まあいいや、今度こそ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまたー。